パイピアオチャンネル始まりました。今日はこの前ソロキャンプで使った商品たちを商品あギアたち、うん、ギアを紹介というか、まあ、レビューというか使った感じの感想をちょっと今日は撮っていきたいと思います。はい、はい、まあ、まず一番こう守ってくれたアンティグリスのテントです。はい、ソロキャンプ用に買ったテントですね。はい、テント、でちなみにこれはあのヤフーショッピングナチュラムアウトドア専門店ナチュラムのスーパー、テントワンティグリス別注モデル、うん、スーパーシェルターポリコットンと水晶グランドシートの2点セットです。これが一緒に水晶グランドシートとしてキャプテンスタックのキャプテンスタックの、ね、シートが入ってたんですけど、ほんまにもうちょうどいいサイズです。これで22,848円でした。22,848円、なるほどね。そう、今見たら値段が上がってました。今はそう 25,818円になってます。3000円ぐらい、3000円ぐらい上がってる、上がってます。どうでした、ほんまに使ってみた感想は。起きたらここびしゃびしゃになった起きてちょっとこう当たったらここがびしゃびしゃになるぐらい結露が結構出るんやな。うんまあでも私は好きですよ、うんうんうん、あの広さも、うん、あの寝た時のこの広さとか、あ、ええ感じだった。1人やったら、うん、全然広かったし、2人で寝る分には、まあ、子供はるた、あの5歳ぐらいの子やったら全然大丈夫かなと思うけど、うん、まあでも1人用やと思います、これは。うん、でも設営めっちゃ簡単やった、ほんまに。うん、もういつもかまぼこしてるけどそれに比べたらもう全然楽やし、これはいいと思う。ただ女の子にはちょっとかっこいい言いすぎるんかなこのマークが横にドーンってあるから。そうな、うん、ちょっとびっくりされたもんね。私がキャンプ行った時にソロキャンパーの女子一人いたんですけど、うん、その人もやっぱ天幕やって可愛いなとあれ私のとこちょっと男子やなって思ったもんねうん、かっこいい。まあでもいいと思う、なるほど、うん、2つ目、ヘルノックスの椅子です。チェアコンフォートチェアカプチーノ、まあいろいろアルペンでめっちゃ見たけど、やっぱりヘルノックスのこのコンパクトさと座り心地で高さとか、ローチェアやもんな。そうそうそう、安定していいなと思いましたね。まあ私の一つ目の椅子もヘルノックスなんですけどもこれはあの背もたれがちょっと高いやつやったけど、やっぱ一人でサッと立ってサッとこう動くにはちょうど良かったです。一つ思ったのはこれ欲しかったああ、肘置きこれはやっぱり欲しいなと思った。あ、やっぱあったらあったでやっぱ楽なんやな。そう、うん、常にこういう状態やった、うん、まあでもコンパクトやし持ち運びにもいいし座り心地もいいし、まあでも強風の時はやっぱ片付けてから寝ないと怖いからね、うん、最近キャンプ場の盗難も増えてんねや。増えてるみたいやね、やっぱり高級なギアは盗まれるみたいやから。いやもう物騒やな。皆さんもあれを盗難には気をつけてください気をつけましょう。多いみたいなんで
そう。じゃあ2つ目は椅子。椅子でした。ヘルノックス。ヘルノックス、はい、コンフォートチェア、カプチーノでした。はい、3つ目というか小物たちです。アルペンの、アルペンちゃうわ、アルペンで買ったのはクレモアね。これやばいよ、この電気クレモア、ウルトラプラス。お値段11,980円、 L サイズ。これめっちゃすごかった。ほんまに真っ暗でもピカーって照らしてくれ、ほんまにあのサイトごと、うんうん、だからもうこれ1個あったらいいんちゃうかなって思うぐらい、これはもうすごかった。なんかいろいろベアボーンズとか買ったりしてるけどベアボーンズは可愛い、ほんまに、うん、見た目的とかあのテンション上がる、ベアボーンズは可愛くて。でもこれはすごい、もうほんまに明るさ調節できるけど、最大じゃなくてもやってます。あ、全然もう明るいから。これはいいよね、確か。これはね、僕はもう使ってないですけど、キャンプではこれはやばいよ。これで一番小さい光、うん、でこうだんだん明るくなっていくんやけど、やばいやばい、ほんまにめっちゃ明るいもん。ここまでこうこうしときたよね、もう撮影の時は。眩しいすごいね、うん、素晴らしい。めっちゃすごい、全然違うと思う。ほらほんまに明るいから、ライトの色も変えれます、ここのボタンで。おお、3種類、3色。わ、すごいすごい。これ白、白、うん、オレンジ、暖色っていうので 2個同時、うんうんうん、できます。すごいっすね。今から照らし撮影に入るみたいなんで、クレームはあり撮影で、あり撮影で。あ、そんな感じ。これ、はい、そんな感じですか。すごい手持ち、はい、はい、じゃあ次、トランギアのラージメスティンです。でかいです。これは今回パスタ作るのに使ったんですけど、もうほんまにお湯沸かして、パスタ湯がいて、でもう炒めて仕上がりまで、これ1台でできました。でかさもでかいし、やっぱり蓋もしっかり閉まんねん。あ、はいはいはい、うん、ほんまにあのパカってすごいジャストフィットで閉まるし、ほんまに閉まったらもう揺らしても外れへんからいいと思う。ご飯炊くのも、うん、多分上になんかは乗せんでも炊けると思うねんけど、これは良かった、買って良かったと思う。うん、メスティン良かったです。これお値段ラージメスティン2,750円。はい、次はモンベルのこのアルパインクッカー。アルパインクッカー、これは今回ちょっと使わんかって。アルパインクッカー、そう、クッカーの方も使ってないんですけど、味噌汁とかめっちゃいいと思う、スープ系。うん、今回味噌汁もスープも何も作ってないけどそんだけあったら多分3人分ぐらい味噌汁作れんちゃうかな。俺あの初めてモンベルのとこ行ったんですよ。うんうん、私もめちゃくちゃテンション上がってめっちゃ可愛いよな。いや、めちゃくちゃ楽しかった。これはうん、使いやすいと思う。2,090円、2,090円、アルパインクッカー蓋付きです。で、こっちはケトル、これめっちゃ良かったん、ほんまに。これめっちゃほんま私めっちゃ気に入った。やっぱり浅いからすぐお湯沸くねんや。今まであの赤いさ背の高いやつ使ってたから、これはめっちゃお湯沸くのに時間かかんねん。やっぱり高い、高さがかな関係あるのか分からへんけど、これ一瞬で沸くんや。可愛いしサイズ感も良かった。これはもう良かった、買って。1,980円、借りたより安い。安い。はい、良かったです。なるほど。はい。こんな袋にも入って、
可愛い。はい、この小物たち。小物たちですね。全員役立ってくれました。はい。4つ目寝袋です。これは私がギリギリで滑り込み購入した寝袋なんですけど、これもヤフーショッピングで見つけた、レビューとかいろいろ読んでていいかなって思ったやつを買いました。ヒルストーンで、お値段が私が買った時は4,622円。あのネットで見た時に冬用寝袋-25°C、-25°C って相当やなって書いてて、ほんでうわこれめっちゃあったかいんやろなぁ思って、レビューとかも良かったから買ったんやけども、多分-2-3°ぐらいまで夜なったと思うんやけども、寒かったです。-2°ぐらいまでは耐えれるんじゃない。-25°じゃなくて、それマイナス2.5°やったんかな。-2.5°になってんじゃないか、多分。ちっちゃい点入ってんの？入ってない。-25°って書いてる。そうやな、やっぱりその4,000〜5,000円ぐらいの寝袋でマイナス25°は期待せん方がいいよね、やっぱり。寒いと思う。これだけやったらあかんと思う。毛布があったらいけたんかもしれない。ちょっと今回毛布持ってってなくて、ちっちゃいハーフケットしか持ってってへんかったから、寒ってなって、まあそれを助けてくれたんがこの電気毛布。まあ電源サイトやったからよかったんけど、そう、電気毛布が、いや めっちゃあったかかった。これがあったからもう朝の6時まで爆睡できたんやけど、これもこれとこれかけるあの電気毛布もヤフーショッピングで2,195円です。ふわふわやってん、確かにふわふわで、うんね、こう入った感じはあったかいんかなって錯覚するぐらいのふわふわ、結構ふわふわやった。で、まあこれとこれとこれでマイナス2-3°までは快適なあの睡眠が取れました。そうなってくると、でもその寝袋じゃあれですよね、そのソロキャンプは、うん、この時期はもう電源サイトじゃないと無理と。無理です。だからナンガを買ってください。ナンガは高くて買えません。うん、でも寝心地は良かったよ、ふわふわやから。ナンガの寝袋じゃなくても、うん、あの電気サイトやったらもう4,000〜5,000円の寝袋でもいけると思う。いける、いけます。そういう話ですね。はい、はい、です、です。まあ今回はいろんなグッズ揃えたんで、いいソロキャンができたと思います。あ、そうや、もう一個これ紹介したんやけど。あ、どうぞ。このスパイスボックス、これは私のあの会社の同僚のお父さんに作ってもらったんですけど。はい、トールちゃんです。トールさんに作ってもらいました。これめっちゃいいんです。ほんまにあの1500円ぐらいで作ってくれたんですけど、めっちゃいいです。だからあのそれはあれですか、あの注文受けたまわってるんですか。多分欲しい人がいたら作ってくれると思います。1500円と送料があれば。で、私はぜひともプレゼント企画をやりたいと思って、欲しい方いたらスパイスボックス、トールさん作。何を目標にしようかな。私のそのソロキャンプのデビューの動画が1500回いったら、あの再生されたら、これ2台ぐらいプレゼントしたいなと思います。ただの目標動画になったけど。まあ次またソロキャンプ行くんで、その時はまたよろしくお願いします。以上です。また見てね。今日の動画はこれで終わりです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。